ットプリ TV 始まるよ。もう、もう。今日は何を教えてくれるんですか。今日はあの先日あのテニスの試合に勝つっていう動画出したんですけど、まあ、その中でやっぱりボール入れ続けるとか言ったんですよ。でボールを入れ続けるためにはやっぱり今日は3つのスピードが大切だと思うので、その3つのスピードをうまく身につけることによってミスしないで入れ続けることができるというところでお届けしたいと思います。はい、ではポイントの1つ目はボールのスピードのコントロールです。ボールのスピードっていうのはすごい大事になってくるんですけど、どういうところを意識すればいいかというと、ボールがコントロールできるスピードで打ち続けるということになります。いくらボールが速くてもコントロールできてないとボールを入れ続けることは難しくなってしまうし、ミスも出ますので、で自分のねボールのスピードコントロール意識してやってみます。じゃあお願いします。こんな感じでボールをコントロールして、最後の方はフォアハンドとバックハンドに打ち分けてみます。ああやってしっかりボールをコントロールするできるスピード見つけてみてください。ちょっと悪い例で一回やってみます。お願いします。ちょっと今のはパワー出しすぎました。必要以上にスピード出そうとしてコントロール力を変えてます。そうするとやっぱりミスが出やすくなります。はい、ではポイントの2つ目にあります。ポイントの2つ目は判断のスピードです。まあ、判断というとやっぱり自分でフォアで取るのかバックで取るのか、まあ、あとはつなぐのか攻めるのか、まあ、その辺の判断がすごい大事になってくるんで、ちょっと一回試してみます。お願いします。はい、フォア。はい、バック。はい、フォア。バック。バック。バック。はい、このような感じで、まあ、自分がフォアで取るのかバックでね処理していくのか、まあ、そこら辺の判断をしっかりする、そのスピードを大事に求められます。つなぎます。はい、つなぎます。はい、つなぎます。はい、相手に揺さぶります。はい、コースになって決めます。はい、もう一回決めます。ここで刺します。はい、ここで刺しました。こんな感じでつなぐ、相手を動かす、決めるというこういう判断も、ね、求められます。はい、ポイントの3つ目です。ポイントの3つ目は動きのスピードです。やっぱり動きのスピードって個々違ってくると思うんで、自分の動きのスピードに合ったボールを選択しないと自分が追い込まれてしまうケースがありますので、自分がどれぐらいのスピードで打ったら自分の動きとマッチするのか、その辺を追求していただければと思います。ちょっと実際にやってみます。やります。まあ、これぐらいゆっくり打ってれば動きもそんな焦らず、まだ時間がありますから動きの時間に合わせます。そういうことでもアウト、このような感じで対応ができると。それあまりにも自分の動きよりも早すぎてしまうパターン、ちょっとやってみたいです。お願いします。もうこれ今入ったら取れないです。必要以上に打ってしまうと動きが間に合わないケースもあるんで、上げてしまって間に合わない、こういうケース結構あります。自分で打って返球されるときに間に合わせている。お願いします。
ば自分の動き、ボールのスピード、あと判断ですね、3つ揃っていますんで、今日お伝えしている3つのスピード揃いますんで、ぜひヒントにして行ってみてください。